続いては区の事業やシステムについて分かりやすくお伝えする荒川区行政ナビです。まずはこちらをご覧ください。初めは迷ったけど献血に行ってきた。今日はありがとうございました。あ、いえ。献血っていいもんだ。いただいた血液でつながる命があります。巡る献血。ということで今回のテーマは献血です。スタジオには東京都赤十字血液センターの井上さんにお越しいただいています。井上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、中山さんは献血をされたことがありますか？あります。ただわざわざ献血のために出向くっていうことをしていないので、なかなか献血をする機会がありませんね。そうですよね。東京都では昨年度は延べおよそ57万人の方に献血していただき、60万本以上の輸血用血液製剤が患者さんに届けられました。ただ冬の時期は献血者数が減る傾向にあります。また10代から30代といった若年層の献血者数は減少傾向にあり、今後少子高齢化が進み献血協力者数が減ると、輸血を必要としている患者さんに血液製剤がお届けできない恐れがあります。なるほど。今後の安定供給のためにも特に若い世代の献血への協力が不可欠なんですね。はい、そうなんです。そこで今回は荒川区民の皆様に安心して献血をしていただけるよう、流れや必要性などについてご紹介いたします。ぜひ今年は献血を始めていただければと思います。改めてなぜ献血が必要なのでしょうか？はい、皆様の善意によっていただいた血液は輸血を必要とする患者さんのもとへ届けられます。輸血用の血液はまだ人工的に作ることができず、また長い期間にわたって保存することもできません。そのため輸血に必要な血液をいつでも十分に確保しておくためには、絶えず誰かの血液が必要というわけなんです。なるほど。人工的には作れないんですね。では私たちが献血した血液はどのように輸血が必要な方に届けられるのでしょうか？はい、献血いただいた血液は関東甲信越ブロック血液センターに運ばれた後、検査・製造の工程を経て赤血球、血小板、血小などの成分ごとに分けられ、輸血用血液製剤や血小分割製剤というお薬になって、病気の治療や手術などで輸血を必要とする患者さんのもとへ届けられます。輸血を必要とする患者さんはどんな方が多いんですか？最も多く使われているのはがんの患者さんの治療です。今やがんは日本人の2人に1人はなると言われている病気です。つまり私たちのうちどちらかが輸血が必要になるかもしれないということなんです。事故や手術の時だと思っていました。そうすると血液がどれだけ多く必要なのか想像がつきますね。では実際に輸血を受けられた患者さんからはどのような声をいただいていますか？はい、東京都赤十字血液センターのホームページは輸血を受けた方のありがとうの声を掲載していますので、いくつかご紹介しますね。まずペンネームミキさんからのメッセージです。28歳の時出産に臨まれたミキさんは、分娩後に子宮からの出血が止まらなくなり輸血を受けました。また息子さんも3
未熟児貧血で輸血が必要となりました。ミキさんからは、私たち親子は皆さんからいただいた血液によって命をつなぐことができました、ありがとうございますとメッセージをいただきました。続いてご紹介するのは貝原杏里さんからのメッセージです。25歳で急性散在性脳脊髄炎という珍しい病気になった貝原さんは、病気の影響で胸から下が麻痺して動かせなくなってしまい、早急に血小交換療法という方法で体の中の血小を入れ替える必要がありました。20パック以上の血小製剤により症状は回復し、今は杖一本で歩けるようになりました。献血してくださった一人一人にお礼を言って回りたいくらい感謝でいっぱいですとメッセージをいただきました。献血によって多くの方の命が救われているんですね。ただ献血をしたいと思っている方も、初めてだとどんなことをするのか心配な方も多いと思います。はい、続いては献血がどこでできるのか、そして献血の流れを詳しくご紹介させていただきます。実際に献血をしたいと思った時には、まずどこに行けばよいのでしょうか。はい、献血は都内にある12カ所の献血ルームと、皆様の職場や学校、ショッピングモールなどに出張する献血バスですることができます。献血ルームは交通の便がいい駅の近くにあります。荒川区の近くですと秋葉原駅、東京スカイツリータウン空町、池袋駅から徒歩3分圏内に2カ所あります。こちらは池袋にある献血ルーム池袋ブラッドです。とても綺麗でおしゃれな雰囲気ですね。はい、それぞれの献血ルームは献血していただく方がリラックスできるような環境となっており、広々とした休憩スペースと一部キッズスペースを備えているところもあります。あとは街中で献血バスを見かけることもありますよね。はい、献血バスは皆様の職場や学校、ショッピングモール、役所などで献血をお願いしており、区内ではララテラス南千住や荒川公園、日暮里駅前などで実施しております。荒川区では2月15日水曜日に荒川公園にて献血バスによる献血を受け付けます。受付時間は午前10時から12時30分までと午後2時から4時までです。この機会に献血へのご協力をお願いいたします。それでは献血の流れについて教えてください。はい、まずは手指消毒と体温測定後に受付をいたします。受付確認票への記入と本人確認を行います。その後、質問事項に回答していただきます。なお、プライバシーは厳守されますのでご安心ください。続いて問診事前検査です。質問の回答に基づき問診、血圧の確認などを行います。その後、少量の採血を行い、貧血の心配がないかなどを事前に調べます。そして採血です。ベッドに横になり採血を開始します。針を刺している時間は、すべての成分を採血する全血献血は10分から15分程度、特定の成分だけ採血する成分献血は採血量に応じて40分から90
90分程度かかります。献血後は十分な水分補給をしていただき、少なくとも10分以上は休憩していただき終了になります。献血後はご協力いただいた方々への感謝の気持ちとして、希望された方に7項目の生化学検査および8項目の血球係数検査の結果をお知らせしています。献血の流れについてありがとうございます。では献血をするときの注意点を教えてください。はい、治療中のご病気がある方や服用されているお薬の種類によっては献血をご遠慮いただく場合があります。また3日以内に歯科治療を受けた場合やピアスの穴を開けた場合などは一定期間献血できない場合があります。不安な時は献血会場の検診医にご相談ください。なお、新型コロナワクチンについてはファイザー社およびモデルナ社のワクチンの場合は接種後48時間が経過した後に献血することができます。うん、それは知りませんでした。ちなみに注射が苦手な人にとっては献血は痛みを伴いますよね。痛みは気になりますよね。正直人により痛さの感じ方は違います。痛いとおっしゃる方もいますし、全く痛くないとおっしゃる方もいます。この献血にはどれくらいの時間がかかるんですか？はい、400ミリリットル全血献血の場合は受付からお帰りいただく場合の合わせて1時間程度かかります。この献血をした血液というのはどれくらいの時間で患者さんに届けられるのでしょうか？早い場合ですと献血した当日に検査と製剤が行われ、翌日中に患者さんに届けられる場合もあります。なるほど、献血の必要性や流れについてよく理解ができました。特に冬の間の献血者数が減っているということで、私も積極的に献血をしたいなというふうに感じました。それでは最後に区民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、現在20歳の献血キャンペーンを実施しています。東京都赤十字血液センターのツイッターアカウントにてキャラクターを使った漫画を掲載していますので、ぜひご覧ください。また献血カードのアプリラブラッドも機能が充実しておりますので、ご登録お願いいたします。かけがえのない命を支える献血は皆様の優しい心、愛の献血によって支えられています。皆さん、ぜひ献血にご協力をお願いいたします。多くの方に愛の献血始めていただきたいですね。今回の荒川区行政ナビは献血をテーマにお送りしました。井上さん、ありがとうございました。ありがとうございました。